ガンンババライジググにダグバが参戦とかマジかどうも『仮面ライダー』ではない存在の怪人のダグバがレジェンドレア枠でガンバライジングに参戦だってで最終回のこの吹雪のバトルをスキャン演出で見ることができてあシークレットカードか。 なので第一希望としてはダグバを狙ってガンバライジング診断をいつも通り6000円分やってきましたっていうかズバッと抜刀の最終段ではなくってガンバライジング仮面ライダー 50th アニバーサリー弾なんですよどういう企画があるかっていうとリバイバルエディションねこれ前に投票してたレジェンドレアのサイロク それが今段ラインナップされてると。無敵ゲーマーとか。あ、これ持ってるね。チェサマッハ。他には、アプトティラか。あと、アナニンライダーね。これも持ってるな。そして、グリス・ブリザード。あ、これ持ってたっけ人気だな。エターナルは持ってるはず。あとは、王者も。あ、王者持ってなかったっけあ、オーマジ王か。 アニバーサリータッグキャンペーンで50周年にふさわしい絵柄がああつながる仕様のやつもあるってわけねレジェンドレアはああなんかさちょっと墨絵っぽくなっててかっこいいリヴァイとバイスのリヴァイスはまだ放送前なのにレジェンドレアかうーわー何コンプリートフォーム21とか極みとかあるじゃんメモリアルフィニッシュ タッグフィニッシュはこの二人か。メモリアルバースト。最終回か。はレジェンドレアスペシャル。ライジングマイティ。で、シークレットレアか。絶対一番出づらいやつだよね。ダグバ。では、順番に見ていきましょう。いつも通り6000円分排出して、ガッ ドンって感じで、もう上下前後ろぐちゃぐちゃなのはご了承ください。見てませんからね。じゃあ行きまーす。はい、ブラックのキャンペーンうん。細かいあなるほど。これ両面仕様だ。ゼクロスで後ろ側がブラックで。こっちはブラックが前とうわー。あかっけー。ちょっと細かくはまた。 見ますので、はい、カリバー、ジャークドラゴン、うん、リヴァイレックスゲノム、早速来たね、ラインナップ。はい、そしてファイズ、えー、カリバー、あーヒビキさん、うん、エグゼイド、おー、もうすぐわかるね、キャンペーンっていうのが。1号とのキャンペーンカードね、か こよすぎだろう。そして相変わらず白押しは、キャンペーンめっちゃ綺麗ですね。で、ジオ。おぉ、おバイスこれで、リヴァイと、あー待っておぉサのやつだあ、マジですげー当たったもう一回。はい、チェイサーマッハやばいっすよ、友情ダブルライダーキック。え、やったー。こんな簡単に出ちゃった。で、バイスはさっきのリヴァイと、 絵柄がつながるわけじゃないか。はい、そしてあ、つながるっぽい。爆発。やっぱそうだよね。こういう感じだ。おー、すげー。これバースト面は、バースト面はバースト面もつながるんだ。まあ、今回は2人で2人の仮面ライダーだもんね。1人で2人の仮面ライダーって言った方がいいのかな。 一人が変身すると二人の仮面ライダーになると。はい、ジオ、オー、ナックルー。てか、レジェンドレアもう一枚出たから、え、ダグバの可能性低くなっちゃう感じ。俺魂、いいおー、二連ちゃん。そして、コブラフォーム。いいじゃん劇中の背景ね。で、ベースステイツー、ウィザード。 あウィザードリングちょっと今止まってますよ、レビュー。ちゃんとあの最後までやりきれますんで。はい、ゼクロス、ファイングファルコン。で、アギと、おーいいじゃん、キャンペーン両面のウィザードガイム J! フレームスタイル、はい、バイス、X ソードマン。 お、LR とかあ、違うか。リヴァイ。結構、リヴァイとバイス、今回、ラインナップ、たくさんされてますね。タイプスピード。おー、おー最速レジェンドレアオーズ・プトティラコンボえ、やば。え、待って嘘どういうことどういうことなんで二つなんで2枚入ってるレジェンドレアかしかも、2連じゃんってどういうこと え、ざってさ、こう持ってきたときに、なんかうまいこと混ざってこうなったってこと ?LR! <laughs> 待って、LR! え待って、えどういうこと ?LR さ、さっき一枚出たじゃん。え、なにこれ左臭左臭前の大盤振る舞いするソシャゲみたいな感じになってるけど。え、やばいやばいトラブルトラブル。L、R <laughs> トル、トラブルトラブル !LR! 見ます今 !LR2 連ちゃんなんて。しかも同じやつ。 え、おかしいでしょう。何この排出。バグってんのかバグってんのかえー、スナイプ、シュッティング、ゲーマー、ーやばい。どういうことヒビ、キー、デン、オーオー。っていうか僕が欲しいのはダグバなんすよ。とりあえずダグバ。ダグバ頼む。はい、スナイプ、プーとってラらっゃなくて、タトーバー。 さらに、クロスセイバー。あーあー、レベル1ね。リヴァイとバイスめっちゃ出るなぁ。エスパー,ダーほら、また出た。レジェンドレア。あ、レジェンドレアはさすがにそう出ないか。すごいね、キャンペーンとかも。めっちゃ大ー,バー待って、SR そもそも、あれ ?SR 出てなくない普段だったら SR ポンポン、うん。出るんだけど。 え、どういうこと排出ラインナップが意味不明だぞえー、っと、あ、あ、ちょっと動揺してきた。どういうこと ?LR、え、SR の代わりに LR 出るってことそれぐらい出やすいってことあ、でももう終わっちゃうよ。えーおー !7 人ライダー !7 人ライダー !7 人ライダーそうし、やっぱめっちゃ出やすいんじゃん。 めっちゃで、ジオキャンペーン。うん。あ、サーベラサーベラワー、ズ、デン、おーおーもう一個、あ、もう一個ぐらい。おー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 おお誰だバイスか逆だから一瞬分かんなかった。バイスの LR。えこんなん絶対さ、ほら、もう50の0の方しか映ってないから、50の片割れのリバイが必要なやつじゃん。 いやあ、いいの出た。いいの出たけど。他は最後なんかバババってやっちゃったけど。えっ、ー、と、バイス、リュウ、キデン、オー、デン。お,ンおなんか排出謎すぎるな。え、待って。今回 SR の代わりに LR が入ってるってことレジェンドレアが。だって SR 排出してないもん。え、ラインナップ謎すぎるんだが。で、キャンペーンがやたらと出るし、ちょっと待って。 今回で終わりなのかガンバライジング。<laughs> なんかそれくらい大盤振る舞いだし、全然これあ、ダブってないね、キャンペーンカードも。キャンペーンが1,2,3,4,5,6,7枚と、レジェンドレアやばいっすよ。レジェンドレア1,2,3,4,5枚で、で、こっちが再録再録系が要は出やすいってことか。 なるほど。で、今回新規のバイス。ちょっと待って、ダグバ出なかったんだけど、ってことはもうリベンジだな、これ。で、僕さ、これ、昨日に知ったんだけど、リバイとバイスがダブルライダーキックすることで、ここが50になるじゃん。5と0で足の裏が。表側のここもさ、50になってるの知ってたここの胸アーマーのパープルラインが5になってるんですよ、ほら。で、バイスの方が0、ほら。 パープルライン。あえて、左胸に両方ともパープルライン、パープルラインが入ってて、それで、5、0で50と。ほらここも50、ここも50、足裏も50で、今回とにかく50っていう、50周年っていうのを、スーツでも押し出してるんですね。あと、絵柄が、めっちゃこの繋がる、リヴァイとバイスやばくないまずこの爆発のやつが、これ普通にノーマー、あ、レアっすよ。 裏はんながらあまあ一応繋がるのかなんとなくは完全に連結はしませんがそれっぽくなるこれだ稲妻の部分がノーマルだけどしっかりダブルライダーに繋がる裏側はこっちは繋がんないかじゃあこのレジェンドレア祭りえちょっと待ってちょっと調べてみるわ。 あー今ね調べたけどやっぱ56000やれば45枚は出るって <laughs> 普段だったら6000僕いつも6000やるのはちょうどレジェンドレアが大体1枚出るんですよ6000やるとなのでそれもあっていつも6000円ぐらいやるんだけどすごいねやっぱ SR の代わりに LR がラインナップされてるっぽいみたいな感じで 言われてるツイートもありますから、そういうことなんだ。そもそも SR 排出してないもんね。なので、今回の6000円かけての、僕のレジェンドリアは、ある意味、これのみで、他は、再録で超出やすいやつだったってことですね。とはいえ、7人ライダーとか、こんな手に入りやすいとか、すごくないはい、後ろ側の、栄光の7人ライダー、ライダーキック、さらに、プトティラーが、 2枚重なってるのはちょいと驚きましたね。はい、裏側バースト面ね。で、マッハ、いいんすよ、チェイサーマッハか。上側がマッハ、下側がチェイサーって感じのクライマックスの友情変身からの友情ライダーキックね。本編通りのこのエフェクトが再現と。そしてバイス。なんかこれいいんだけど、リヴァイあってのバイスって感じもするので、 ちょっと寂しいなえー、ちょっともう一回6000円やってくるわで、これが一部、カードがつな、一部っていうかこれ全部つながるのかもしかして。僕の今回出たやつだと、まず、この3枚がつながる。つながって、ここからさらにリヴァイとバイスのキャンペーンなのかなあー、いいね。で、このまま表側にしても、 つながると。ああ、つながるわ。ほん思いっきり、ジオウのカードなんて、ほら、1号の手の部分ががっつり見えちゃってる。あ、待って、これ違うか。つながってるようでつながってないのか。こういっかと思ったら、ク空ガーが見えるから、ここ肩アーマー。違うんだ。なので、こういう風なつながりだったりとか、とりあえず、キャンペーンカード全種類あれば、すべて絵柄がつながるみたいな、単行本みたいなさ、 そんなテイストもあるんだ。あとは全然繋がんないね、これ。ここドライブが見えるから、本当はドライブと繋がると。で、響さんの横には、これ誰だろう電王あれ、これ繋がるかこれはこういう風に繋がるんだ。そして、裏返して、ずらすと、こういう風に、おー。 これ横ファサファサーってなってるのダブルかなダブルのマフラーかなでこれとこれはつながんないっすねこうからのこうとなるほど。 集めたい。<laughs> 他のキャンペーンも集めたい。とりあえず今回は SR 的なノリで LR が出るっていう異常な段で、ワンチャンこれで終了とかはないよね。それぐらいちょっと大盤振る舞いなスペシャルな段になっておりますので、ダグバもラインナップされたし、若干の不安はありますけど、それでも排出はかなりハイテンションな感じになっておりますので、ちょっとこれはダグバ今回出なかったってことで、 また近いうちにすぐリベンジしていきたいと思います。あとキャンペーンの絵の繋がり方すっごいいいね。てか動画終わりそうだったけど、こっち見てなかった。ノーマルレア行こう。例えば、なんか、後ろがネオン的なオーラングサークル。はい、ラトラー、ター、スナイプ、響きさん。はい、ゴールデンアランジーナー、いいな アクションゲームはレベル1、ワン、ツー、クロス、セイバー、タイプ、スピード、J、X、ソードマン。なんか、有利は退場して終わりっぽいんだよな。もう、すごいっすもんね。伏線っていうか、もうすぐ消えます感が。 シー・ムサシー・クルーミー・ア・ロックシードも動画出さないとねジ・オーエクゼイド・ゲーマーはいダーク・カブットジャークからのジャ・オー・ファイズおもう,こう不穏な感じだね後ろで明らかにオルフェノクがやられたエフェクトがファサファサーってなってる そしてソードフォームからのガンリュウキレックスゲノムフォームチェンジも本当、2人で一緒にパワーアップしていくでしょうから楽しみだなそんなところかな以上です以上「仮面ライダー50周年記念団のガンバライジング」配出動画でした